はい、どうも、不明だよです。今回ですけども、最新セレクトボックス評価ということで、ちょっとガチャ引く前にですね、見ていただいて引くかどうかを、まあ、決めてもらいたいっていうところとですね、あとは復活の歴史とか、まあ、性能、スキルレベルごとの性能なんかを、まあ、紹介していきたいなと思ってます。全通、プレイ動画載せてね、解説していきますので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。で、引くべきかをね、ちょっと軽くお話しすると、まあ、性能だけ見るとね、本当に引く必要はないです。で、エージェント P とか、あとは、星の女神ブルーフェアリーが、まあ、めちゃめちゃ強いんですけども、まあ、この2体とも、めちゃめちゃ難しいし、復活率も高いっていう、ところで、まあ、この2体狙っていくっていうのは、まあ、正直、不要かなと思います。で、まあ、もし1つ狙っていくっていうんであれば、エージェント P じゃない、ジェットパックエイリアン。まあ、これはですね、まあ、3つ目のミッションがビンゴ。に確かあるので、まあ、それで使えるっていうところと、積むレベル1からね、スコアが1000弱ぐらいあるんで、まあ、それで、結構使えますよというところですね。まあ、それで引いて、まあ、おまけで、エージェント P とか、星ブルが出たらラッキーとか、そういう感じ引くのは、まあ、ありかもしれないですけれども、まあ、でも基本的には三が日、セレボ、近くなってきたので、コイン温存でいいと思います。ではね、ここからは全ツム使って、紹介していきたいと思います。まずはエージェント P 復活の歴史ということで、まあ、大体年2回、いや23年復活しすぎやない？そんな復活したん？4回復活してるんか。今年初なっけか、なんか今年もう1回復活してたイメージあるんだけど、ちょっとね、これサイトから、でのあれだったんで、もしかしたら抜けてるところはあるかもしれませんけども、結構復活してますよね、エージェント P ね。で、まあ、性能としてはですね、コイン稼ぎ力はめちゃめちゃ強いっす。ただね、まあ、ジャイロがめんどくさいとかっていうところで、まあ、使いにくいっていうところもあってですね、まあ、普段使いはかなりきつい積むかなと思います。はい。まあ、でもね、まあなかなか強いですし、まあスキル4ぐらいから、だいぶ稼げるようになってくる、そんなツムになってますので、はい、まあ育成はねしなくていいと思いますけども、あ、たまたまセレボで、まあ、ちょっと引こうかなと思った方はですね、引いてもいいんじゃないかなと思います。星の女神ブルーフェアリーの復活歴史、2023年1月4日にね、登場してからですね、まあでも、まあ年2回復活してるみたいなイメージですか。今年に関しては、まあ、セレモニー入ってて、5月にも復活して、もう9月なんで、まあ、3回目ですね。まあ、なんで、やっぱりね、よく復活するツムになったかなと思います。まあ、難易度高いんでね。高いか、まあ、難しいツムなので、まあ、なかなか、まあ、復活しやすいツムになったのかなって感じはしますけども。はい、そんな感じですね。一応このツムもね、スキル1から、結構強力なツムなんですけども、まあ、天井消しがね、マストになってくるので、まあそこがちょっとできないと、まあこのツムは結構きついんじゃないかなと思います。はい。まあでもね、ボムミッションではもう勝手に、これ全部ボム対象になるんで、最初のやつとかも。ボムミッションでもね、かなり活躍できるんで、はい。ぜひ使ってみてください。喜びの復活歴史ということで、2021年6月12日に新ツムとして登場しまして、まあ、常駐ツムなんでね、まあ、復活とか、まあ、そういう概念はないんですけども、はい。まあ、一応そんな形というところになっております。で、スキルマックスはですね、まあ、自分も全然使ってないんで、全然忘れていたんですけれども、消去数普通にめっちゃ多いっすね。で、コイン稼ぎもね、まあ、ぼちぼち強くてですね、6000枚以上なんかは全然簡単に出せるような、そんな性能を持ってるんで、まあ、常駐の中ではかなり、強いツムかなと思います。ジェットパックエイリアンの復活の歴史ということで、復活しすぎやろ。まあ、ちょっとね、古いツムでもあるので、まあ、こんだけダーッと並んじゃってるんですけども、まあ、年に3回とか、まあ、3回少なくて、まあ、2回とかっていう感じですね。っていうところなので、まあ、このツムね、まあ、ミッションでおすすめではあるんですけども、
まあ一応こんだけ復活してるっていうのも自分知らなかったんで、あれなんですけど、まあ、無理して引く必要はないかなと思ってます。はい。ということで、そんな感じです。で、まあまあ、いつも変化量もね、かなり多いので、低スキルからもね、まあ結構多いので、はい。まあ、チェーンミッション、まあいつもミッションなんかは、超簡単にクリアできると思います。あと、ビンゴでは、三つ目のミッションでかなり優秀なんでね、まあ、持ってる方は、そこら辺で使えるかなと。まあ、あとは、サブツモとしての、積むスコアもかなり優秀です。キモシ復活の歴史ということで、2017年9月1日に新積みとして登場しております。まあこちらもですね、まあ常駐積みとなっておりますね。はい。で、まあこの積みね、まあボム生成スキルなんですけども、まあボム生成スキルって、まあこの積みより強い積みって結構いるので、まあ、この積みもわざわざ使うってことがなかったんで、久しぶりに使ってみたんですよ。いや、めちゃめちゃ可愛いやないかい。そこがおすすめです。はい。で、あと、ま、常駐積むなんで、まあ、皆さん持ってると思うんで、まあ、効果ボムミッションではですね、まあ、かなり、有効な積むかなと思いますんで、はい。まあ、そういう時にですね、ぜひ使ってみてもらえたらなと思います。ピグレットチャーム復活の歴史ということで、まあ、この積むもね、まあ、なんだかんだで年2回復活してるというところですね。新積むとしては21年の7月4日に登場という形となっております。この積むね、まあ、常駐じゃねえわ。チャーム積むなので、まあ、やっぱ他の積むよりかも、まあ、つなげやすいっていうところで、使いやすさは、まあ、ピカイチかなと思います。で、まあ、意外とね、スキルが回るので、コイン稼ぎも、できちゃいます。初級数そんな多くないじゃないですか、これ。こんな感じで、まあ、30ぐらいしかいかないんですけど、ただね、このチャームというところと、このスキルループすることによってですね、稼ぎ力はまあまあありますので、思ってたより、強いって思ってもらえるんじゃないかなと思います。ソックスの復活歴史ということで、2022年7月1日新積む登場ということで、常駐積むとなっております。で、この積む久しぶりに使ったんですけど、まあやっぱ固定消去、ね。で、まあ、やっぱ性能的には常駐であれば全然強い方かなと思います。であと、スキル演出もめっちゃ久しぶりに見たけど、シーバーズおりますね。はい。そんな感じで、そう、固定消去スキルって、常駐で強い積みってそう、いないんですよね。この、たまたまもね、その、ちょっとジャンルが違うんですよ。似てるんだけど、ちょっと違ったりしてて、そう、まあ、そこを除けば、まあ、ソックスは結構いい積みなのかなと思います。ラフィキ復活歴史ということで、2019年8月4日ですね、新積み登場というところになってます。積みとしては常駐というところですね。で、まあこの積みはですね、積みがまあめっちゃ見づらいんで、まあ引かない方がいいっす。はい。サブツムでもめちゃくちゃ出てくるので、はい。ね。特にはいいんじゃないかなと思ってます。で、コイン稼ぎ性能、まあ見ての通りですね、32とか、そんぐらいしか消さないんで、稼ぎ力もね、そんな稼げない。今みたいにそう、場所もね、ランダムなんですよね。安定しなくて、ちゃんとツム落ち切ってんのに25とかしかいかなかったりとか。今は32だけど、そこのね、ばらつき、安定性がないっていうところも、まあちょっとね、マイナスな点かなと思ってます。クリストフの歴史ということで、2019年12月8日に新積むとして登場しております。こちらもね、常駐積むというところですね。まあ性能はね、まあ、強くはないんですけども、まあ先ほど、お見せしましたラフィキーとは違ってですね、一応安定して30以上、消去できるというところは、いいところかなと思います。ラフィキー目線ではね。はい。っていうところで、まあコイン稼ぎもまあ、普通ぐらい稼げます。性能的には。はい。そんな形ですね。まあ演出も、まあ横消去で、まあ、初級系で、まあ、至って簡単なスキルかなと思ってますので、まあ、演出を楽しむ積むなのかなと思います。エンチャンテッドシンデレラの復活の歴史ということで、こちらの積むもね、まあ、ちょっと古い積むであるけど、
結構復活しておりますね。まあ大体年に3回っていう形と、なっております。でこのツムはね、まあ初級スキルですけども、確か発動数13とかじゃなかったかな。他のツムよりかもなんか14で、まあ38とか消えてっていう、まあそういうなんか強い基準みたいなのが、まあ個人的にあるんですけども、まあその発動数14っていうところの基準よりかも確か1体少なかった気がします。まあなので、はい、まあその分スキル初級数はちょっとですね少なかったりするんですけども、まあそれでもですね、まあなかなかの強さは持ってますというところです。ロゼッタの復活の歴史ということで、こちらもですね、まあ結構復活率は高いかなと思います。まあ年3回とか、復活してるかなという感じです。でまあスキルとしては縦消去なんですけども、天井はまあ結構高めなので、ボムキャン消去すれば、まあ、消去数が伸びたりとか、まあ、減ることはないというそんな感じですね。まあただまあ限定にしてはちょっとね弱いかなという感じはいたしますね。はい、バニー復活の歴史、こちらもね、まあ、2019年登場ツムですけれども、復活多いっすね。年3回、多い時4回、復活すると、いうところになっております。まあこちらね、もうね、まあ限定ツムであるんですけども、初級数がまあ明らかに少ないというところで、まあコイン稼ぎ性能はまあ弱いかなというところになっております。ということで、まあ一応一人全ツム使って、解説しましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱね、今年最大のチャンス、コイン稼ぎができるタイミングかなと思いますので、まあ今回はね、スルーしていただいて、このチャンスをですね、ものにして三が日、幸せな、ガチャをお送りいただけたらなと、そういう感じでいいんじゃないかなと思いますので、引き続きね、コイン稼ぎ頑張りましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。